舞台無人島に生きる16人に出演します西木亮です。はい、たった今ミュージアル撮影が終わりました。ということで衣装はこんな素敵な可愛い衣装を着させていただき、メイクもね、一応無人島が設定なので無人島に漂流して1ヶ月ぐらい経った後、缶のメイクも、はい、していただきました。撮影もね、水を使って影を出したりとか、それでライトを明るくパッて照らしてもらったりとか、なんか普段あんまりこう経験したことないような撮影だったので、とても楽しく仕上がりが僕自身楽しみです。はい、僕自身時代設定明治時代だったりで、今回が船の上と、あと無人島で、限られた空間で、お芝居することがすごく多いので、その空間の中で仲間たちとどういった関係性を築き上げていけるのかっていうのをすごく楽しみにしておりますし、このお話をもらった時からもうワクワクとドキドキが止まらないので、ぜひ、稽古を一生懸命やって皆さんに素敵なものをお届けできるよう精進してまいります。ぜひよろしくお願いします。ということで西木亮でした。ありがとうございました。皆さんこんにちは、前田龍太郎です。本日ビジュアル撮影を終えたのですが、見ての通りね、こういう感じに用紙を入れてもらって、実際に1ヶ月生き延びた、人というのをね、こう撮影で、再現というか、撮影しました。そしてなんていうんですかね、無人島ですから、海のもうど真ん中に誰もいない島をなんていうんですかね、再現するかのようなやつがあるんですよ。ここに皆さんには見えてないんですけど、この上からこう水面を揺らして、その揺れた影で写真撮ったりとか、すごい、素敵な撮影でした。ありがとうございました。はい、今回の舞台、まだ稽古が始まってないので、どんな作品になるかわからないんですけれども、今からすごく楽しみな点が多いので、稽古も楽しんで、そして本番も楽しんでいきたいと思います。無人島に漂着した人たちがどうなったのか、劇場でぜひご覧ください。ありがとうございました。